こんにちは、ビムネセラピストのはるちゃんです。今日はですね、コキアの今度新しく出る、ビムネエッセンスコキア EX を実際にお使いいただいたモニターさんの A さんにちょっとお話を伺いたいと思います。何点かちょっとお伺いしていきたいんですけれども、はいはい、今までに、他社さんのバストアップクリームとかはお使いになられたことありますかね。使ったことあります、うん、ありますか、はい、でその時の感想でしたり、あの効果だったりをちょっと教えていただきたいんですけれども、そうですね、でした、はい、なんかあんまり効果がなかったというか、全く効果がなかったんです。あまり効果が実感できなかった、ないうちにいろいろ変えたっていう感じなんですけど、何種類かでもどれも何もほとんど効果がなく終わってしまったんです。そうなんですね、はい、なるほどなるほど。じゃあ実際ちょっと今回そのコキア、EX を使っていただいた、はい、ちょっと感想を教えていただきたいんですけれども、はい、あのなんか使った瞬間にすごくなんか浸透がよくって、なんかお胸にこう入っていってるなっていうのがすごくつけた瞬間に分かって、あと何日かするとすごく胸がふっくらしてきて、はい、素晴らしい。そうなんですよ、はい、嬉しいですね。これデコルテが、なんかもう本当にふっくらする感じで、うんうんうん、潤ってる感じ、嬉しいですね、大きくなった感じがして、私も嬉しかったです。あ、私も嬉しいですありがとうございます。そしたら、その美容液を使う時なんですけど、毎日あのどのような感じでお手入れはされてましたかね。そうですね、うん、あの朝晩、はい、2回、はい、朝と夜に、うん、あのつけて、うん、あの言われた回数、はい、5回5回を、はい、あの両方に、ね、はいはい、つけて、うん、あとはあの言葉かけ、はい、かわいいねとか、いいですね、はい、いいですね、大好きとか、いいですね、はい、大事ですね、可愛がって、はい、つけてます、マイパー、素晴らしい、はい、朝と夜、素晴らしい、はい、ありがとうございます、はい、そう本当ね、意外とおこ絵描けというか言葉かけてあげるのって、ね、違いますよね、違いますよね、素晴らしいですね。ぜひ皆さんにも広めたくなっちゃいます、ね、楽しみなんです。だから、はい、うんうんうん、楽しみで、あ、はい、楽しみながら、楽しみながら、はい、言葉かけて、はい、使っていただいて、エッセンスコキアの新しい EX、はい、使っていって、まあ、理想をどんなバストになりたいとか、この A さんの中でありますか。うん、そうですね、やっぱり、うん、あのボリュームがあって、張りがあって、ふっくら丸くて、ちょっと欲があるんですけど、おわん、丸くておわんみたいで、あの、ここ、あの、はい、なんですか、谷間がある、かわいいバストですね。あ、いいですね。プルンと。プルンとした。はい。こう丸くて、プルンとおわんみたいな、綺麗なバストですね、はい。になりたいです。憧れますよね。憧れですよね。はい、そう、じゃあそのバストを手に入れたら、あの A さんは、例えばどんなことをやってみたいですか。どうなりたいとか。そうですね、やっぱり、うん、あのおしゃれしたいです。あいいですね、はい、ちょっと胸が開いてるお洋服とか着て、見てみたいな、ね、自信が出てくると思うので、そうですよね、はい、うん、そうだと思います、はい、自信が出てくるとね、こうどうだって、ね、どうだって思って歩きたいです、うん、歩きたい歩きたい、いろんなところをこう行ったりとか、うん、あとお友達と温泉とかに、うん、あ、いいですね、行っても
そうですね、隠さないで堂々とそう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 、うん、見てみたいな、うん、確かに確かに、うん、なりますよね、はい、ねえ、はい、そういいですね、素敵だと思います。そう、もし例えばその時に、あのお友達が、まあ、バストに悩んでいたりしたら、こちらのこう美容液を、あのおすすめしたいですか。またその時に、まあ、どんな風にこう伝えたいなっていう風に思われますかね。もちろん私も本当に悩んだ時があって、何使ってもダメだった時があったので、もうコキアさんの美容液をおすすめして、こういういいものがあるからっていうのをおすすめしたいです。はい、なかなかね、そうお胸の悩みとか、ね、なかなか人には言えないんですけど、もし聞いたりとか、ね、したら、こちらのね美容液を使ってみ、本当にいいから使ってみてっていうことを言いたいです。実際使ってね、効果が出た方が、そうなんですよ、自分が本当に良かったって思うものじゃないと人に勧められないじゃないですか。本当そうですよね、本当良かったので、お胸で悩んでる方にはぜひ使ってほしいです、ね、そう、新しくちょっと発売されますコキア EX ですね。